ルイさん、お疲れ様です。コムさん、お疲れ様です。今日はですね、目標が一番大事っていうところをね、はい、やっていただきたいんですけれども、はい、やっぱり、うちの1期生、2期生見ててですね、まあ、おかげさまで、まあ、うちの弟も月商600万近くの水準をずっと維持継続できるような状況になってるんですけどね。はい、はい、素晴らしいです。2期生の中で、やっぱり、いきなり月商300万に到達した方もいたじゃないですか。はい。2ヶ月目からいきなり200万突破してみたいな。そうですね。最近ちょっとね、その方とお話をしたんですけど、やっぱり設定する売上金額のイメージがしっかり元からありまして、でそれに対してちょっとお話はできないんですけど、その金額をやらなきゃいけない根拠っていうのがやっぱり定まってましたですよね。そうですね、はい。まあ、孔明弟の場合も、まあ、具体的に孔明弟が自分で作ったって言ったら僕と話してなくて、はい、今そこに留まってるんですね。この平らになってるというか、はい、大目標の達成ってことですね。はいはい、で逆に言うと孔明弟の場合は目標の上塗りって形で、じゃあここ土台ができてきたから、うん、じゃあ次はここに目指しましょうと、ね、うん、そのためにだからこういう風にやるんだよっていう話を最近始めてるんですよね、うん、で彼もあなるほどっつって結構納得感じるんですけど、はい、まあ、恐らくそうですか。その段階でそれ言ってても分かんないと思うんですね。今500万とか600万からそれが話が通じるわけで、うんうん、階段があって踊り場があるっていうのが売り上げもそうですし、その、ね、頭の中の考え方も立ってる場所の視点が変わりますから、それは全然ね、やっぱり机上の空論ではないので、見える景色がね、違っていますよね。で、おかげさまで大勢の方にやらせていただいてるんですけど、その人のその状況によっての視点がやっぱり違うので、まあそこにね、考慮して、僕も目標設定を一緒に作ったりはしてるんですけど、まあ如実にやっぱり感じるところはありますよね。ただ適当にやってみて出た結果をもとに一喜一憂してるより、やっぱり最初からその孔明弟にしても一期生の何でも、はいはい、2人独立しますからね、一期生、はいはい、で、まあ、2期生の愛さんにしてもやっぱりこんくらい稼ぎたいっていうのがあって、そこに向けてロイさんから指導を受けて、そういうことをこれ作ってた人強いですねってね。そうですね、はい、01の部分がねうまくできると、要はそれをどれぐらい繰り返せば目標に達成するかっていうのが、まあね、単純な割り算でできてくるので、はい、かける時間も見えるのでね、まあ邁進しやすい環境ではありますよね、目標があればね。そうですね、下手すると01になって、はい、じゃあ例えば月収で10万円ぐらいでいいんだよ僕はっていう場合はね、もう本当にルーティーンだけで済んじゃうよって、ある意味で、そこの、うん、何も努力しなくても人なんか雇わなくても、もうただただ、はい、ちょびちょびちょびってやってくる。そうそうそう、いやそう本当に、そういうのだったら週に15分でできるよって、いや15分でね、売り上げそれぐらいでしたらね、はい、まあ15分で300万ぐらいはね、いや大丈夫じゃないですかね。そこまでね、その土台作るのはね、ちょっとやっぱりね、大変な部分ありますけど、土台できれば維持、売上維持っていうことに関すると、そのね、在庫の減った分をどう足すかっていうだけですから、はい、非常に短時間で。できますよね、はい、だからやっぱりこのロイ式取り組みにあたり、じゃあいつまでに、ね、売上をどのくらい上げたいのか、まあ、当然ながらそこから逆算するで、ね、年収どこまで上げたいのかっていうところからね考えると、はい、具体的に話しやすいですよね、ロイさんは。そうですよね、はい、でね、現状、まあ、ある程度売上ある方はその今売上があるのに何商品あってとか、ね、それに費やすお取引先様は何社っていうようなところからね見ていけば、まあ、素直にそこの掛け算である程度もね間違いなくいけるので、うん、まあ、それをねより具体的に認識していただいてっていう作業をね最近はやってます ね、 そうですね、後半なので、うん、はい、やっぱり例えばビジネスを01にするっ て、 言っても僕たちが永遠にお仕事できるわけじゃないじゃないですか。そうですよね、少しの説明っていうのがあるんで、はい、例えば60歳が僕たちのお仕事そのものの、自分でやるお仕事そのものの定年退職した場合、はい、だって今よりボケるかもしれないし集中力もついたのかもしれないしってあるじゃないですか、うん、まあ、結果的にはラッキーですけどね、はい、そうですね、うん、はい、そした場合僕なんかあと15年しかないんですよ。いいなですよね、もう後半ですよね。でうちの弟も20年しかないんだ、はい、であとは一方では子供たちの成長っていう形で学費がどんどんかかってきたりするじゃないですか、いろいろね。で、ますね。そういうのを考えると、じゃあいつまでに何年までに子供たちが何歳までに毎年いくらずつ収入アップしてないと
足りないのかっていうのが出てくるじゃないですか、エクセルでやるのがね、はいはい、まずはそこから逆算されたロイ式の目標を作ってもいいと思うんですよね、うん、そうですね、必要となることからね、金持ちになりたいとかちょっと置いといて、はい、まずはケースクリアしようと思うんだよね、うんうんうんまずはね、はい、いやでもこの目標出てくると思うんだけど、うん、それを持った上でロイ式に入ってもらって、そのやっぱりロイ式のプログラムを受けると、最初にロイさんといろいろそういうね目標設定の話とかするじゃないですか、いろいろね、はいはい、どのくらい真剣に取りたいのかとかね、うんうん、この時にそのね、どういうスケジュールでこういうものが達成できるのかっていうのがね、いろいろ相談できると思うんですよね、うんうん、そうですね、例えば目標月商が300万水準のものだったら、はい、1年かかんないですか、はいはいはい、ところが目標月商が1000万ってなると、これやっぱり 2,3 年越しでちゃんと、ね、準備しないとダメだと思うんですよ ね、 やっぱりね、そうなんですよね、やっぱりやることは同じですけど物理的な量が増えるので、ね、そのヒューマンリソースどうするっていう話がそこはもう絡んでくるので、はい、ちょっとステップが上がるんですよね、そこからね、うん、はい、だから今公明弟にも500万か600万ぐらいまでは平均して作れるようになったと、うん、ここから1000万っていうとまた新しいことをね、今度はロイ式のやり方そのものより考え方とかね、ちょっとまたねいろいろ、はい、そうですよね、まあ、単純に公明弟さんがね2人に分かれればその500万ずつの売り上げね、2社でやればいいんですけど、はい、でもまあそういうことでもありますよ ね、 ね、コピー、うん、自分のコピーがいてもいいなっていうところですよね、うん、そこのところはねやっぱりこの踊り場っていうところはねしっかり作りながら、うん、はい、だから踊り場は本当に悪くなくて、あまりちょっと低い踊り場でしたらですけど、その間にね中身を変えていくとか、ね、業務の効率化を図るっていう時間をね、取れますので、はい、まあ、取った方がいいと思うんですよね、むしろね、そこをこうただ単にこう積み上げていくと知らないうちに考える時間を失って、はい、ただただ仕事してるだけだとね、何かあった時にね、逆に弱いくなっちゃうので、はい、踊り場でしっかり調整していくっていうのも、もう全然いいと思います。はい、はい、という形なんで、まあ、今日はですね目標が一番大事ってことなんですけど、まあ、取り組みになったり、ね、はい、だからこそ逃げずにできるし、恥ずかしいと思ってもいやこれはやらなきゃ、はい、子供たちがミルクをね待ってるという勢いで、そう、ほんとね、頑張るわけで、はい、まさにそういうことですよね、言ってくれね、はい、いや誰だってじゃあ、はい、僕もですねやっぱり本当だったら、得意なことだけやっていきたいじゃないですか、やっぱりね、人生だから、ね、そうですよ、うん、嫌いで苦手なこととかやっぱあるじゃないですか、やっぱね、でその時に後ろから振り返ると、ね、可愛い我が子たちがいると、奥さんがいると、うんもうここから一歩たりでも後ろに下がっていけないと、そう、ね、無言のプレッシャーがねありますからね、はい、やっぱり自分をぶっ壊してでも、ね、既存のあれを人にこうやって頭を下げて笑顔したりとかね、はい、できると思うんですよね、これね、そうです、うん、はい、いいところで目標をね、一回 Excel で、まあ、何歳までお仕事できるのかね、考えて、子供たち、はい、家族があと何年でいくら必要なのかとかね、考えて、うん、まあ、一人身の方もね、やっぱ N 川さんとかのようにベンツ買いたいとか、そういうのも、でも今度ベンツ買うにしても70歳になってベンツ買ってもしょうがないから皆さん目標を持って、取り組んでもらいたいなと思います。では今日もありがとうございました。ありがとうございました。